こんにちは、ベンジです。バルハラの続きをやっていきます。今回は18日ですね。起きろ起きろ。おはようございます。もう11時だぞ。週末にこれぐらいの時間に起きたら早い方ですよ。まあ平日でもそうですけどね。私にとっては。外の様子は？ジルは朝がめっぽう弱いんでしたね。だから夜の仕事をしてるんです。まだ騒がしいが、派遣された部隊が対応に当たっているようだ。そうそう、昨日なんか外で銃撃戦をやってたっていうね。それでバーに泊まって起きたとこです。そうなんですか。財閥コーポレーションの会長が誰でもいいから暴走したホワイトナイトを止めてくれと言っているのだ。隣町の部隊が速やかに配置され、ならず者部隊はあらかた鎮圧された。おまけにホワイトナイトがフリーズしたという報告もあるようだ。まるで石化でもしたかのように。へえ、神様が都合よく介入してくれたみたいな。まあこの建物の中や外で銃弾が飛び交うような事態にならなくてよかったよ。表にはまだならず者たちがいて絶対安全とは言えないが、昨夜よりはマシだ。ホワイトナイトを手当たり次第にリンチしている文民部隊もいるらしい。つまりホワイトナイトだけでなく一般市民にも近づかない方がいいということだ。なるほど、もうあれだね。なんて言うだろう。狂ってんだね、外は。セイは無事かな。ギルは大丈夫でしょうか。すげえな。セイのことを思いながらギルのことを言ったぞ。あいつなら自分の身は自分で守れる。何をしているかはわからんが、あいつは大丈夫だ。ここにいるよりは安全だろう。だといいですね。今日は店を開きますか。いや、状況が状況だし、せっかくの日曜日だ。休みにするとしよう。え、じゃあデートする？ボスとジルで。わかりました。アパートまで送ってやろうか。そうしてもらえるなら助かります。わかった、店の戸締まりをしたら行こう。途中で昼飯を食うか。いいですね。うわ、なんか初めてだね、この画面。おしゃれ。なんで白黒なんだろう。あっという間に着いたぞ。ただいま。ありがとうございました。ボス、ちょっと上がっていきません？お、誘ってる。ん？ビールでも飲んでゆっくりして、送ってくれたお礼です。どの道予定もないしな。よし、そうさせてもらおう。やったじゃん。そういえば、いつかアパートに招待してくれと言ってあったな。ええ、言ってました。ビールを飲むと、ちょっと面倒なことになるかもしれんが。え？何？ボス、酒飲むとあれなのか？めんどくせえのか？もっとビールを飲みたくなるとか。いや、どちらかが場外乱闘する羽目になる。まあここなら大丈夫だろう。じゃあどうぞ。邪魔するぞ。吸います？いや、私は吸わんのだ。だが気にせず好きにやってくれ。そうだよ、元スポーツマンだからね。どうも。めっきり寒くなったな。時々すごく寒いですね。こたつとヒーターがあれば怖いものなしですけど。ボスは寒いのが苦手みたいですね。まあな。なのにジャケットも着てこなかったんですか？ああ、昨日店に出勤するとき着ていなかったんだ。そんなに寒くなかったし、まさか泊まりになるとは思っていなかったからな。セーターか何か着ます？お、着せたがってるね、ジル。いや、気にするな。いえ、着てください。このパーカーなんてどうです？ずっと前に買ったんですけど、私には大きすぎて。じゃあどうして買った？ただ同然だったんです。そうか。ん？これはどこで買ったんだ？さあ、昔フリーマーケットで。どうしてです？いや、私がずっと前に持っていたのとよく似ているんだ。バレるぞ、おいジル。ジル、なんかあれじゃないの？ボスのだって知ってて買ったんじゃないの？そのパーカーはどうしたんです？ずっと着ていたら破れてしまってな。そうですか。よかったら差し上げますよ。どっちみち一回も着てないし。うん、考えておこう。そういえばボスって年はいくつなんです？永遠の17歳だ。うわ、めんどくせえ。はいはい、17たすいくつ？17たす、それを知ったらお前の舌を抜く歳だ。ちょっと部屋着に着替えてきます。ごゆっくり。あ、フォアだ。フォア喋るかな？ジル、青い目をした黒い毛玉がこっちを見ているようなのだが。
え、ああそれはフォアです。新顔にはちょっと警戒します。猫は猫ですからね。でもすぐに懐きます。しばらくそっとしておいてください。ブルーの目をした黒猫か。変わってるな。普通はグリーンだと思うが。ん？そう？そうかな？わかんねえや。ええ、変わってますよね。最初は子猫だからかと思ってたんですけど、大きくなっても変わらなかったですね。ボスはペットを飼ってるんですか？実家でクマを飼っていた。懐かしいな、クマのボス子。どんな犬よりも立派に家を守ってくれた。そうですか。ん？この写真はなかなか珍しいな。これ、ジルかな？超可愛いね。この二人はわかんないけど。え？そんなにバカっぽく写ってます？いや、こんな風にプリントして額に入れられた写真は興味珍しい。あ、そうなんだ。写ってるのは誰だ？それは、右側がレノア、私の元カノ。左にいるのがガブリエル、彼女の妹です。元カノ、そうだよね。まあレズビアンだとは思ってたけどさ、あのボスのこと好きだし。彼女がいたのか。ほう、最近の写真か。あ、ちなみにこの世界観ではその LGBT に対してはかなり寛容な世界っぽいので、女同士付き合うっていうのは普通のことみたいですね。なんかそんな雰囲気ですよね。 3,4 年前に撮ったやつですね。あ、そんな昔じゃねえじゃん。こんな顔するんだジル。お前は全然変わっていないな。っていうかジルの顔見たの久々だよね。そんなに出てこないもんね。だって私まだ27ですよ。ことわざで言うじゃないですか、年を取るのは子供だけって。別れた恋人の写真を堂々と飾っておく人間はあまりいないからな。それで最近の写真かと思ったのだ。おまけに写真立てにまで入れて。確かにね、未練たらたらか。じゃあ円満に別れられたのか。元カノと言った時ちょっとためらっていたようだったが、お互いにひどいことを言い合ってそれっきりでした。家具とかいろんなものを壊しながら私は彼女の家を飛び出して、だからちゃんと別れてないんです。もしかしたらまだ彼女のことが好きなのかも。飛び出して以来一言も口を聞いていなくて。そうなのか、ずいぶんお前らしくないな。それにこの写真を見る限り幸せそうだが、なぜこれを飾ってるんだ。アルマに言われたことが頭から離れなくて、人肌が恋しくなってるんじゃないかって。恋人に膝枕してもらったり、香水を取り替えっこしたり、恋人の胸に頭を乗せて髪をすいてもらいながら相手の鼓動を聞いて、恋人が見守ってくれると安心しながら眠りに落ちる。なんていうか昔が懐かしくなって、それから惨めに。これはしまっておくか。ずっと謝ろうと思ってるんですけど、もう手遅れかなって気がして。出かけるためにいつも心のどこかで恐れてるんです。もしかしたらばったり彼女に会うんじゃないかって。面と向かい合うだけでも怖いのに、もう一度話すことになったりしたら私どうなるか。謝罪に遅すぎるということはないぞジル。確かにその通りだな。いいこと言うなボス。そうかもしれませんね。ん？テーブルの上のあれはなんだ。はっ、何やら手。何でもありません。それをこっちにください。紙のようだが、わかった。心配するな、何も見ていないよ。誰からの手紙よ。じゃあビールにしましょう。よし、そうしよう。わあ、なんかすごくいい。ベランダで。いいなあ。あ、なにこれ、飲んだビール0。残りの缶12。缶の中身 100%。ドリンク。おいおい、すごい数のビールだな。なになに、すごくいい。ドリンク。飲める。今、1缶目の中身が 80% ってことか。BTC の割引があるし、アルコール類に使えるポイントカードがあるんです。だからどんな飲み物よりビールが一番安上がりで。バーで飲むのとは違うか。バーで出してるやつの方が中毒性が高くて美味しくて強いですね。ドリンク。20% ずつ飲むな。言うなればダブルインディアンペールエールって感じで、缶のはピルスナーって感じです。
ピルスナーってなんだっけな、あれかな、あのドラ、クラフトビールみたいな感じなのかな。わかるように言ってくれ。こっちの方が味も色も薄いってことです。あまりそうは感じないが。バーで使っている原料の名前は何と言ったかな。これも同じものを使っているのか。あんまり詳しくないのかでいいな。酒に。ニュートリオジェニックディコメトリカルリドジェノル。略して NDL ですね。ドリンク。確かサプリメントかなんかだったよな。メイデンキッスのせいで上水道が汚染された時、水の代替として開発された実験液です。へー、メイデンキッスは分かんねえけど、結局汚染の影響が一時的なものだと判明したので大量生産はされませんでした。なのに BTC はまだバーでこれを使うようにと指示してる。この缶ビールもそれが原料なのか。どれどれ、そうですね、そう書いてあります。 NDL およびコーンスターチ。コーンスターチ確か安定剤の役割をするので飲料製品には欠かせないんです。コーンスターチって飲み物には入れないよね。なんかあの食べ物に入ってるけど、どうだろう、あんまりわかんないです。なるほど、一つ気づいたことがある。なんです。お前はオタクなんだな、ジル。そうだね、バレましたか。ビール以外のものが良ければ私が集めてるお酒もありますよ。あそこに並んでるボトルがそうか。高級な冷蔵庫とかを買う余裕がないのでああやって出しっぱなしにしてるんです。お酒の専門家がうちに来たらアルコールに対する不敬罪で刺されちゃうかも。あ、一缶開けちゃった。オープン。新しいの開けた。よし、飲もう飲もう。でもほとんどはまだ飲めますよ。バーに持っていったアブさんも出せますけど、残念ながら私はオスカーワイルド系というよりテディルーズベルト型、型かな、オスカーワイルド型というよりテディルーズベルト型なのでな。テディベアならクローゼットに入ってますけど飲めませんよ。噛み合ってねえぞ。いや、そういう意味ではで、ぬいぐるみがあるのか。別に恥ずかしくてしまってるわけじゃない、ありませんけど、猫がいるので。ああ、ボロボロにされちゃうもんね。中身をぶちまけられないように。あ、ちょっと今気づいたけど、これキラミキですね。ここにキラミキって書いてるわ。シャインスパークアウト、あ、発売日、あ、これポスターだ。あ、ポスターつか看板じゃんこれ。あのこのベランダの外にこういう看板があるのか。何かと思ってたわ。そうか、いや、ビールでいい、気遣いは無用だ。そうですか、それなら。ところで、あれだけのコレクションをどうやって集めたんだ。そんなに立派なものじゃありませんけど、おじいちゃんから受け継いだんです。遺書にたった一言、コレクションはジルに引き継ぐことって書かれてて、いい話だな。これまでに飲んじゃったやつもありますね。だから半分はお酒じゃなくて色をつけた水が入ってます。おお、なるほど、殻じゃなくて水、色をつけた水を入れて保管してるんだ。よほど詳しくなければ見分けがつかんな。ちゃんと同じ色になるようにしましたから。ほんとオタクだわ、ジルちゃん。つまりもし味見をしたかったら私に一言言ってからにしてくださいってことです。それはご親切に。それはさておき、部屋に私のポスターが飾ってあるのはどういうわけだ。あ、確かにボスのポスター貼ってあったね。それもこんな堂々と貼ってあるのは。これをお前にやったのはジョークのつもりだったんだがな。落ち着かないんですか。自分の顔だ、落ち着くも落ち着かないもないが。しかしなぜこんなことを。え、ちょっと告白しちゃう、ジルちゃん。壁が殺風景だったんです。他の理由はよくわからない。でも貼ったら楽しいかなと思って。例えるなら誰かからもらった、誰かからもらったディルドー型のトロフィーを会話のきっかけ作りのために飾っとくみたいな。ディルドー型のトロフィー。まあ、ディルドーが何かは言わないでおきます。誰も遊びに来ないからあまり意味はないですけど。そうなのか、誰かと情熱的な夜を過ごしたりは。そうですね、1年ぐらいご無沙汰かな。その時いろいろあって詳しくは話したくはないんですけど、
暴力を振るわれたのか。もしそうなら私が仕返してやるぞ。いえ、もっと別のことです。いろいろ事情があってセックスできずに気まずい思いをしたっていう。でもボスが味方してくれていると知って嬉しいです。それが友達というものだ。待てよ、私のポスターをディルドー型のトロフィーに例えたということは、私がディルドー顔だと言いたいのか。ひどいね。それが友達というものです。おお。ねえボス、正直に答えてほしいんですけど。何のことだ。ちょっともう一巻開けますね。ギルって何なんです。というと、わかるでしょ、何者かってことですよ。ああ、その件か。心当たりはいくつかある。ギルが香港の暴動に参加していたことは間違いない。お、それは知ってんだ。その前の暴動鎮圧部隊にいたが逃亡した。そうなるとあいつが誰なのか思い当たる節はあるんだが、だがそういう逃亡者は調べた限りでは一人しかいなかった。その男は少なくとも4年間香港から離れていない。しかし同じ頃ギルはイギリスとフランスにいたことが判明している。いつもそんな調子なのだ。ギルの正体を突き止めたと思った瞬間、それと相反する証拠が出てくる。なんかわざとやってそうだね、ギルが。手強い相手だ。そうかも。ギルが無事だといいんですけど。心配なのか。ちょっと私が感情を持たないロボットか何かだと思ってるんですか。少なくとも表には出さないな。ギルのことはあまり心配していない。やつについては確かなことが3つある。1つ、やつは自分の身は自分で守れる。2つ、やつは信用に値する。3つ目は、ピーマンが大嫌い。ピーマン？ピーマンに触れただけの食べ物すら口にしないほどだ。子供だね。赤ん坊じゃないんだから。でもアレルギーか何かなら話は別ですけど。そういうのではない。赤ん坊じゃないんだから。ギルとはどこで出会ったんです？ある日バーにやってきたんだ。ギルが？そう、あれはロバートの空中浮遊薬事件の直後だった。あの事件。客入りの少ない一日でな。やつはふらりとバーにやってきた。酒を勧めたんだが、やつには持ち合わせがなかった。それで見るに見かねてな、ただ同然で酒を出してやった。何杯か飲むと突然泣き出した。ギルは？詳しいことは分からんが、自分のしたことを心から後悔してるようだった。人生をやり直したいと言っていた。だから私は風呂に入ってきたら仕事を見つけてやろうと言った。風呂に入ってきたら仕事、風呂入ってこいっつったってことか。なんとしたことか。次の日やつは生まれ変わった姿で現れたよ。へえ。やつのことは調べようにも調べがつかない。だから目に見えるものだけを信じることにした。従業員としての態度をな。時々何の連絡もなしに行方くらます以外はこの上なくよく働いてくれている。だから私もそれに報いるようにしている。時々やつの尻拭いをしてやることでな。それが文字通りの場合もあるが。随分簡単にギルを信用したんですね。私は自分の身は自分で守れるし、手近に置いておけば常に見張っておけるからな。それにロバートの一件もあってやけになってる人間を無視することもできなかった。なるほど。じゃあもう一巻開けますね。お前もバーを盛り上げてくれている。そうですか。ああ、常連を何人も作ってくれた。例えばあの巨乳ハッカー、名前は何と言ったかな。アルマだね。アルマ？そうだ、アーミテージというところだった。すっごく素敵な女の子なんですよ。あ、すごいね。なんかすごい邪険に扱ってたのにこういう感想なんだね。本当にジルはあれだわ、ポーカーフェイスだわ。いや、顔見てるわけじゃねえけど。そういう印象だったんだね。女の子というほど若くないと思うが。ボスだって永遠の17歳とか言ってたじゃないですか。何にしろとっても可愛らしいんです。家族の話をするときなんか愛情いっぱいで顔もパーッと輝いて。家族とそんなに仲がいいなんて正直ちょっと羨ましい。お前は家族とうまくいっていないのか。そうでもないんですけど、でも両親とおばさん以外に近しい親戚もいなくて、アルマにはいい人を見つけてほしいな、心からそう思います。
本人が必死に探しているからうまくいってほしいっていうか。そうか、なるほどな。あとはあの生産業ロボット、あれだ、ドロシーちゃん、ドロシーですね。彼女はなかなか興味深いな。これまでたくさんのセックスワーカーを見てきたが、実に明るい。仕事が好きというより子供のようにはしゃいでいるだけというか。私もそれはなんとなく思っていましたが、でも変わったリリムもいますからね。そうなのか。リリムは本当に理解不能なロジックで動いてます。死への恐怖なんてこれっぽっちも持ってないし、体が破壊されても精神はすでにコレクティブソースにアップロードされてる。腕がなくなってもまたつけたり新しいのに交換したりできる。状況によっては痛みさえ全く感じない。恐怖や愛といった人間らしい感情を持ち合わせていないわけじゃないけど、やっぱり人間とは違いますね。ああ、そうか、文化が違うというか。うん、そんな風に考えたことはなかったな。それは別としても、ドロシーは DFC-72 モデルです。確か社交モデルとか言われてて、ああ、コミュニケーション能力が高いロボットなのかな。リリムは自分の目的が満たされると肉体から直接ポジティブな刺激を受けるんです。つまりある意味、意味ある社会的交流や困難な社会的交流をするときに張り切るようにできてるんじゃないかと。ああ難しいな、面白いな。しかしリリムという名は決体だな。そうですか。なんか女のなんていうの、小悪魔的なやつ、あれリリムとかって言わなかったっけ。ボットやドールならわかるが、リリムと言われてもロボットっぽさはあまり感じない。確かにね、ボットやドールというのはリリムからしたら、罵倒語ですよ。ボットはバカの意味で使われますし、ドールはまがいものと言ってるようなものです。そうか、教えてくれてありがとう。それはそれとして、なぜリリムと呼ばれているんだ。私の知る限りではリリスと呼ばれる親玉 AI から生まれてるからだったと思います。エヴァンゲリオン出てきたね、リリスって。ユダヤの伝説ではリリムはリリスから生まれたものとされています。ほう、そんな由来があったか。じゃあ私もう一巻開けますね。名前といえば、どうしてお前はフルネームで呼ばれるのを嫌がるんだ。あ、確かに。何の話か分かりませんけど、ごまかすのはよせ。お前が配属された時、ジュリアンと呼んだらものすごい形相で睨まれた記憶があるぞ。地雷踏んだな、その目つきだ。別に秘密ってわけじゃないんですけど、口にするのはちょっと恥ずかしいっていうか。言ってみろ。モデル戦士ジュリアンって番組見たことあります？通して見てはいないが、妹が熱心に再放送を見ている。妹いいんだ。小学校の頃大ファンだったんです。グッズも全部集めてました。ドールにコスチュームにお弁当箱。でも番組自体はボロクソに酷評されてて、何話か見たことはあるが面白かったぞ。面白いどころじゃありませんよ。モデルが鎧をまとった魔法の騎士に変身して、欲望と見栄が生んだ悪魔と戦うんです。ジュールズは敵を呼び寄せてしまったことで自分の仕事を憎んでいます。それでもみんなの手本になろうと戦って、ジュリアンは大人の女性なんですけど、変身すると若返るんです。子供番組としては結構意欲的だったと思います、今の基準で考えてみても。それに敵はなんとボディイメージの美的基準に関する問題そのものなんですよ。それだけでもものすごい挑戦だと思います。あー、なんかちょっと風刺というか、そういうのがあるのか。あのオタクだね、ジルちゃん。おいおい、ずいぶん興奮してるじゃないか。まあそれが問題だったんです。当時私はジュールズに夢中で、いつも主題歌を口ずさんで彼女みたいな格好をしていました。前話のセリフも空で言えるくらいで、今でもできそうだな。はぐらかさないでください。小学校の時はまだ良かったんですけど、中学に入ったらそれくらいの年の子供って本当にバカですからね。私の知ってたことをからかわれるようになったんです。ジュールズのせいじゃありませんよ。私が恨んでるのはあのクソガキどもだけで。ずいぶん荒っぽいな。それぐらいの年の女子の心配なんて、太ももがちょっと太いかとかそれくらいですけど、私の悩みは番組の主題歌を歌うのをそのバカどもにからかわれることでした。そんなことでジュリアンとかジュールズって呼ばれると、無意識のうちに過剰反応するようになってしまったんです。なるほどね、
トラウマってやつだね。パブロフも鼻が高いでしょうね。あのパブロフの犬って皆さん知ってますかね。まあちょっとどういう実験だったか忘れましたけど、なんかその犬に何かを見せ、まあちょっと内容忘れましたけど、例えばあのパンって一回叩いてで餌をやってたら、あのパンってこう手叩いただけでこう餌を求めに来るみたいな、なんかそんなような実験の結果というか、その実験のことをパブロフの犬って言いますね。これまで一度も話したことがなかった、すごくバカみたいなことだと思ってたからかな、今思えば。ああ確かにね、なんか案外どうでもいい話だったよね。それを未だに引きずってるようだな。別に悪いことではないが、気持ちはわかる。だといいんですけど。ボスはどんな子供だったんです？よちよち歩きだった頃はいつも自分より大きな子に立ち向かっていったな。思春期になると辞書の定義通りのうすらバカになった。16になった頃、自分がいかに愚かだったかに気づき、今日の私が生まれた。あ、去年の話かな ?16 歳ってことは。12から15の間に何があったかは言わぬが花というものだ。そうですか。おじいさんはどんな人だったんだ？ぶっきらぼうで口は悪いんですけど、いい人でした。私のことをすごく可愛がってくれて、父を怒鳴りつけたと思ったら、次の瞬間には私と遊んでる、みたいな。父は働き詰めで、母はいつも留守にしていましたから、子供の頃はずっと祖父が私の面倒を見ていました。おじいちゃん子だね。どんな最後だったかのか聞いても？寿命です。父によれば最後の言葉は、科学者のクソったれどもは喋るマネキンなど作りおって、なのに脳をアップロードすることはまだできんとは。ああ、ブレイアップロードか。どうしてそんなことを知りたいんです？お前のことに興味があるんだ。もっとよく知りたい。毎日のように顔を突き合わせてるのに、お前のことをほとんど何も知らない。それに今気づいてな。ボス。そっか。だがさっきの話から察するに、おじいさんの性格はお前にも受け継がれたようだな。子供の頃からよくそう言われます。私はボスの交友関係に興味があるんですけど、どんな連中と付き合ってるんです？あ、ちなみにその、おじいちゃんの性格によく似てるって言うけど、そのおじいちゃんとずっと一緒にいたからだと思います。あの、血とかではないと思うんですよね。その性格っていうのはね。忘れるなよ。お前もその輪に含まれてるわけだからな。唾を吐けばそのままお前の顔に落ちてくるだけだぞ。まあいい。例えば年長の友人にメガネをかけた赤毛の銃マニアがいる。アイリスという名前だ。ヘルメットが抜けなくなった時にボスが電話してた人？よく覚えてんな、ジル。そうだ。確か今はパナマで BTC 直営のバーを経営している。その人もバーを？ああ、というか私が彼女からアイデアをもらったんだ。へえ。彼女の店は NIRVANNA。ニルバーナだね。ニルバーナ。私、ニルバーナってバンド好きなんですよ。まあ知ってる人は多いと思います。お前はグリッチシティが危険な街だと思っているかもしれんが、彼女の店に来る客を見てもまだそんなことが言えるかな？海賊は怒らせるものではないぞ。アンっていうのはアネックスの略、つまり別館っていう意味ですよね。何か他にも商売をしてるんですか？あそこはもともと彼女が経営するホテルのバーだったんだ。そのバーを別のビルに移し、ホテル内に新しくニルバーン B かなをオープンした。どうしてそんなことを？ホテルに来るようなやかましい金持ち旅行者たちから離れたかったと言っていたように思うが、つまりあのバーは彼女にとって女の秘密の洞窟というわけだ。女の秘密の洞窟、なんかエロい。それ以外で友達となると、そうだな。あとは妹ぐらいだが、それは友達とは言わないか。あ、ネオンフランシスコで警察にいた時の元相棒がいるぞ。え、警察してたの？レイナ。レクシーだ。懐かしい。たまには電話しないとな。待って、どこにいたって？私は様々、数々の経験をしているのだよ、ジル。警察に少しいて、それからプロレスラーもやった。あとは総合格闘技。煙突掃除、木こり、ペットショップ店員、企業マスコット。企業、何ですって？
時々いろんなウェブサイトに私の顔が使われているぞ。しかしまあ、お前とギル、それから妹とアイリスとレクシーを除けば、危険な状況で私に会いたくない人間なら5万といるだろうが。といっても向こうがこっちに危害を加えようとしてるんだがな。お前はどうだ？友達は？知り合いならあちこちにいますけど、実家にいた時も大学に通っていた時もよく遊びに行った。でも出かけること自体を楽しんでただけで、人にはあまり興味がなかった。ここに越してきてから、ギルと、ボスとギル以外で一番親しいのはアルマかな。ああ、それからドロシーぐらいかな。もちろんフォアもいますけど、でもフォアは引きこもりで外に出ようとしないし、そもそも猫だし。猫だって立派な友達だぞ。ねえボス、店が閉鎖された後はどうするんです？わからん。友達が一緒に働かないかと誘ってくれてるので、それに乗るかもしれんし、実家に帰って家の手伝いをするかもしれん。それかしばらく旅にでも出るか。なるほど。心配するな。お役所は腰が重い。当面の間はそんなことにはならんはずだ。楽しめるうちに店の仕事を楽しんでおけ。そうですね。なんかちょっと悲しいね。これからなくなるって分かってる店のことを思うとね。私が別のバーで働くことになったら遊びに来てくれます？お前の転属先にと考えてるバーだがな、そこの経営者と私の間には一悶着あるんだ。そうなの。だからいずれにしろ顔を出さねばならん。あ、そういう意味ね。でもお前がそこにいてくれるなら一つは楽しみができる。そんな相手のところに私を預けるつもりなんですか？バーの経営者としてはとても信用できる男だ。あ、男なんだ。上司としても立派にやってるようだったぞ。奴と私が犬猿の仲だったとしても、それはお前の件とは関係のないことだ。わかりました。そういうことなら心配するな。バーのカウンターから切り出した木でお前にブレスレットでも作ってやるから。楽しみにしてます。なあ、そうだ、バーが閉鎖されたら二人で休暇を取ろう。旅行に行くんだ。そうすれば少しは悩みも晴れるだろう。あ、いいじゃん。それもいいかもしれませんね。いや、本当はウキウキしてるくせに。あ、終わった。全然ビール開けてねえけど、まあいいでしょう。雪降ってる？雪降ってるね。なんかすごく重いんだけど。あ、チャプター1終わったんだ。チャプター2。余るが分かんない。あなたの電気料金は24日に引き落とされます。当日までに口座に8000ドルを入金しておいてください。え、8000ドル？バカみてに高えな、電気料金。今2700ドルしかないよ。え、電気止まっちゃうよ。ジルはこの前見かけたダルマが気になっている。ダルマを買えば少しは集中できるようになるだろう。いい一日を。ボスったらパーカーを置いていったのね。へえ、置いていったのか。ちょっと忘れないうちにダルマ買おう。招き猫。ダルマ？ああ、ダルマ。はい。日本のお土産。ほい。よし、満足。じゃあこれ読んで今日は終わりましょう。まず2ちゃん。ああ、襲撃事件ね。メディアはまだだんまりか。オーグメンテッドアイに記事があったけどめっちゃ短かった。勝手に記事を書いて誰かクビになったのかもな。書いたのはキムだ。彼女はいつも真面目な記事を書こうとしてるけど、AE の連中はそんなのにうんざりなんだろうな。ひでえ話。これからは釣り記事だらけになるかも。劣化必至。ホワイトナイトによれば建物内に大勢の人がいるらしい。少なくとも3人が死んだみたい。なんで？銃撃戦？ビルのセキュリティが原因だみたいだけど、詳しくは分からない。どういうことなんだぜ。いやー、これも古い表現だね。一体何なんだぜっつって。頼むぜ、中の人。もっと情報くれ。ベストを尽くしてるよ。ありがとう、ナナシさん。爆発きたー。あ、待って。ジルのセリフ読んでなかった。私が留守の間にいろいろあったみたい。爆発が一回あった。でもそれで終わりじゃなさそうだ。まだ爆弾があるってこと？一個じゃなくて？その通り。
犯人の身元については何か分かってる？複数のソースからの情報によると新手のグループらしい。政府転覆を企んでるとか。まだ名前は出てないが、グループじゃなくて単独の犯行らしい。大した玉だな。あとこれは単なる噂だけど、アリス・ラビットも絡んでるらしい。どうして？どこかのハッカーが人質を逃してるらしい。それがアリスじゃないかっていう噂だ。へえ、インターネットでくだらねえことやってるやつが人の役に立つとはね。状況は最悪ね。どうやら型がついたようだ。襲撃犯は射殺された。でもサーバーから大量のデータが世界中に流れた。アリスがやったリークを覚えてるか？あんなのに比べ物にならない、比べりゃ可愛いもんだ。腐敗の証拠にマネーロンダリング、それからスパイ行為。おっかねえ。なんかパナマ文書の時のニュースに似てるね。すぐなんかもみ消されたけどね、タックスヘイブンのね。マジかよ。あ、しかもあれだよ、なんかオープニングで言ってたよね、ここタックスヘイブンだって。その情報が漏れたのか。まさにこれパナマ文書の事件だね。まあ詳しくはパナマ文書でググってください。ファイルは約6万のソースから入手できる。グリッチシティ政府とホワイトナイトの計画全部が数テラバイトのデータに含まれている。襲撃犯の本当の目的は銀行を爆破することじゃなく、人質をサーバーまで連れていくことだったらしいな。サーバーには物理的セキュリティが何重にもかけられたファイルが保管されていた。マジかよ、そんな複雑な計画どうやって立てたんだ。さあな。でも目撃者の何人かが警察にそう証言してる。そろそろ行かなきゃならないけど、今後の投稿のために詳細をまとめとくよ。ちょっと時間がかかりそうだけど、頼むよ、助かる。そのファイル読ん、あ、フォアか。あのファイル読んでみる？いえ。なるほどね。結構大事だね。お、デンジャーユーの管理人が逮捕。え、デンジャーユーってこれだよね。デンジャーユーだよね。え、ひろゆき逮捕された。あ、ひろゆきっていうのは、まあ、あの、二ちゃんの管理人です。元ね。あ、これか。セプテンバー17ってやつね。あ、ラナ・スミシーの記事だ。有名ハッカーのアリス・ラビットが人気掲示板デンジャーユーをまたも脅迫。サイト管理人、通称ファーファーが逮捕される結果となった。この管理人の逮捕はこれで2度目。あ、ちなみにその2ちゃんの、管理人のひろゆきも何回も逮捕されてます。逮捕というか、訴えられてるのかな？でも全部、出頭拒否して、逃げ回ってんだよね。彼は捜査の一環として逮捕されました。それ以上のことは話せません。電話取材に対し、サイバー犯罪課のリゼットブランはそう語った。昨日投稿されたメッセージの解析に余念がない状態です。逮捕について質問したところ、ファーファーを落ち着いた様子で、こんな苦はゴリゴリだと応じました。かわいそう。あ、ちょっと待って、だるま置いてある、こう。で、これがあれだね、片身のボトルだね。案外少ないね。壁一面くらいあんのかと思ってた。これ前買った観葉植物かな？で、きらめきポスター。これなんだっけ？あ、これあれかな？模様替えツールかな？はい。じゃあ次。七日もの新製品。スマート。下着？スマート下着かな？スマート下着開発中。音声命令で下着の色を変えたい？それなら七日もに注目だ。ナノカモはすでに高度なナノマシン繊維を一般向けに販売しているが、音声で見た目を変更できる下着の発売も計画されている。白いパンティーにシミがついてももう安心。色を黒に変えれば誰にも気づかれないだろう。ただし今のテクノロジーでは匂いまでは消せないぞ。この画期的な製品のおかげで来年の売れが伸びるはずと PR 部門責任者は語った。私も今履いてますが最高の履き心地です。値段を調べようとしてない？ギク。欲しいんだ、ジル。いらねえと思うけど。GSF ってこれ、プロレスかな？ 1 月4日 ?4 分の 1? 対戦カード発表。メインは66アメリカンキット VS ジャイアントユースケ。多分そうだね、プロレスだね。グランドスラムファイターズ GSF ドリームイベントでジャイアントユースケと66アメリカンキットの血で血を争う戦いがいよいよクライマックスを迎える。試合はそれだけではない。他にもザ・グレート DK やアレンスなど素晴らしい選手の試合が目白押し。詳細は以下の通り。66はアメリカンキット。まあいいえ。あ、ちょっと待って、赤い彗星ジュニアっていいんだけど。え？ウィメンズチャンピオンシップだから、女だね。え？
弟子がいんのかな、と渚ね、アキンチュとザ・グレート DK、 ロイ・キャンベル・アレンス、ジャック・ボム・ブレイ、ジャック・モズ、ジャック・ボム&ブレイズ、フーリ&カラコルタ、オスギ VS ジーク・フリード、あ、オスナだった、レスリング、ボスのせいで興味出てきちゃった。キラミキは更新してないのね。よし、じゃあ今日はこれまでにしましょう。次からというかもう入ってんだけど、第2章ですね。やっと第1章が終わりました。さあ第2章ではどんなことが起こるのかお楽しみに。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。